こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はお客様からの質問にお答えしたいと思います。はい、結構問い合わせするのって勇気いりますよね。わかります。はい、なので定番の質問にお答えしたいと思います。はい、まず一つ目ですね。将来的に弓道、大弓ですね、や流鏑馬をやりたいと思っていますが、阪急は似たものなんですか、というものですね。はい、この質問すごく多いんですよ。流鏑馬やりたい、弓道やりたいですね。で、ズバリ阪急は似ています。はい、和弓であることには変わりませんので、十分参考になると思います。はい、で、中には阪急が気に入ってですね、もう通常の弓道ですとか流鏑馬には行かず阪急にとどまってくださるお客様もいらっしゃいます。はい、ぜひですね、弓道とか流鏑馬に興味ある方は一度阪急を試してみてください。はい、で、続いて2つ目ですね。阪急ではなく通常の弓道の指導をしてもらえませんか、という内容ですね。はい、ズバリできます。はい、ただしですね、条件がありまして、全くの未経験者には初めから指導はお断りしています。はい、当店はあくまでも阪急専門の道場ですので、阪急の技術をしっかり身につけた方にだけ指導させていただいております。はいですね、まあ以上、今回2つの質問の内容だったんですが、はい、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、ということで今日はお客様からの質問についてのご回答でした。はい、ご清聴ありがとうございました。